何撮ったの。ごめんなさい、ほんと狭くて。暗いですね。あ、明るくします？いいです。はい。あ、ちょっと待ってください。はい。ちょっとじゃあ、どうしよう、ごめんなさい。普通にこっち座っちゃっても大丈夫ですか？いいです。本当、はい、ごめんなさい。本当狭いんでごめんなさい。あらららら、すごい綺麗な音じゃん。布団を踏んじゃった。あ、すいません、布団踏んじゃった。全然いいです。いいです。今日ここで3人で寝る感じで。いいです。3人なんですか？3人で。大丈夫です。ここでじゃあ3人で寝る感じで。ここで。入るかな、ちょっと。3人で寝れるかな、これ。大丈夫ですか？本当になんか申し訳ないです、いや、ありがとうございます。じゃあここで3人で寝る感じで。ミニマ。あ、猫、ね、ちゃんいるの？うん。ちょっと、大丈夫かな。あ、めちゃくちゃ可愛いね。いや、もう本当になんかすいません。ママだよ。ママだ。消毒お願いしてもいいですか？あ、いいですよ。あ、何の？お手手の。コロナ。あ、コロナ。あ、なるほど。ちょっとすみません。汚いからね、お手手。ちょっと持ってて。いい？あんま、あ、映さないな。ママ顔出しは大丈夫？ママちょっと。マスクする？まだ恥ずかしいよね。マスク、目元だけ。うん。これなんていうあれ品種なのこれ。アメリカンショートヘアこれ。いや、なんかアイノコですね。アイノコ？アイノコ的な。アイノコ？なんかあのミックスです。ミックス？うん、あ、ちょっと一応詰め切ったけど痛かったら普通にピッてやっちゃってください。あ、了解です。あ、すごいんだね。うん。大きいんですね結構。どっちが大きいですか？どっちも。兄弟なんで黒と白。すごい綺麗だね。綺麗じゃない。これおやつにいくらぐらいなんですか？何もない。10万？結構するんだね。いや全部込み込み。新しい新築でしょ？新築？すごいわ。あのちょっとあの身分証だけ見せてもらっていいですか？はい。すみません、ちょっとそれが免許証でいい。免許証でいい。すみません。平成何年だったらいいの？平成ね。うん。12？ちょっといいです。こっち向いてるんで、はい、レンズ。ちょっといいです。見えますか？平成、あ、12年、7月ね。あ、いいね。OK です。確認できました。OK、はい、入りました。19ね。19。確認しました。で、一応酒とタバコは、あの、もともとはやってないと思うんだけど、やってないよね。ね。うん。で、俺タバコ吸うんだけど、大丈夫。はい。どうしようかな。ヘビですか？ヘビ。結構、あの、アイコスなんでね。あー、じゃあ、まあ、ちょっと、窓開ける感じで。あ、大丈夫。少し開けるんで大丈夫。で、一応顔出しの方、じゃあ、ここでいいですか？あ顔出し、うん、はい。じゃあ行きますね。じゃ あ、ここの地名とかって言っていいの？あ、練馬だけ。練馬だけ。じゃあ練馬のママ。ママ。顔出し、顔出します。よろしいですか？準備の方は。よろしいです。すごい。行きます。すいません、お邪魔します。大丈夫かな？練馬。練馬。19歳。19歳。かわいい。しっかりしてるね。あ、いや、それぐらいしたから。かわいいと思った人ナイスお願いします。お邪魔します。か、彼氏ないの？彼氏いないんだね。もったいない。かわいい。あ、みんなかわいいって言ってる。ずっと彼氏いないの？最近は分かった。いないですね。中学校が最後ですね。そうでしょう。こんないい子をほっとくって、ね、世界中の男たちは何やってんだよ。何やってるんだよ。よくツイキャス見るの？ツイキャス？あ、フワッチが多いかな。フワッチですね、フワッチ派。いいね。かまゆさんとか見てますね。かまゆさん。かまゆさん。かまゆさん。大丈夫ですか？名前出した。大丈夫。お仕事は？お仕事はまあちょっと言えない。控えで。あ、HY さんナイス、ありがとうございます。綺麗なとこだよ。すいません、なんかちょっと、どうぞ。あ、いいです？どうぞどうぞ。ここで、今日3人で寝るわけなんですけども。寝れるかな、うん、大丈夫ですか？最悪、私大丈夫です、起きてるんで。あ、まじですか？いや、そこはなんとか一緒に、そこは真ん中に。じゃあ真ん中にねえ、これシングルなのかな？シングルです。シングル、うん、試しに試しに一回やってみようか。じゃあ、うん、どうなるか、ちょっと3人で。ママが、話ちょっと噛まれちゃう。あ、いいですよ、全然。ママ、大丈夫です。ママ真ん中で、ママ真ん中。ハサミの感じで一回。いいです、ちょっと。そう。パルちゃんじゃそっちで。俺は、あ、壁がいいな。壁がいい。じゃあ俺こっち。壁がいい。絶対無理ですよ、絶対。いけると思うんですよ。本当に。シングルなんで、そう。寝てもらっていいですか、ちょっと。すいません。猫ちゃんのスペースも空けといてもらえると。
じゃあパルパルもちょっとね、はい、こんな感じかな。そうだね、寝れるね。大丈夫だね。大丈夫だね、うん、シングルで一応大丈夫ですか、うん、全然いける。ごめんね、なんか予想で。あ、全然こんな夜遊び大丈夫です。全然19歳の女の子、うん、こんな一人暮らしに押しかけちゃって。そう、ごめんなさい。大丈夫です寝れる？いびきうるさいけど大丈夫？音音音、あ、私多分、何時くらい寝ます？あります？なんか適当、まあ適当に。私多分、私多分5時ぐらいまで起きてる、うん、ああ、すごいね。あ、マジで？まあまあいいね。いいね。すみません、なんかカオスになっちゃうんだけど、おっぱいは何買ったの？おっぱいはまあ D と F、D と E と、 D と E の間かな。あれそんな大きくなっちゃってすごい育っちゃった。ちょっと見せてもらっていい？猫ちゃんだ。あー結構でかいね。大きい。こういう感じなんですか。お尻も結構大きいね。お尻もね。あセクシーセクシー、グラマーだね。よかったらここね、うん、ここに座ってもらって、うん、ちょっといいです、ちょっと。あ、これあれかな？内職とかしてんのこれ？違いますね。餌ですね。これなんでこれいっぱいしとらんのこれ？これはあの私用でございます。何してんのこれ？あの炭酸直で飲んじゃいけないやつで。内職してんのかな？内職なんです。あ、でもちょっと大丈夫、倒されちゃうかもしれないで。あ、大丈夫です、大丈夫です。倒れたら倒れたで。あ、なんか懐いてる。噛むんですけど、大丈夫ですよ。ちょっと座ってもらうか。結構、こっちは静かなんですね。静かですね。パルちゃんか、今日から1年間住むわけなんですけども。1年間なんですか？大丈夫です。2年が契約落ちる。大丈夫です。2年が、うん、まあどうだろう。いける？いやもう嫌だったらもう。嫌だったら全然言ってもらって。うん、今日一日どうか。一日だけ？はい、ちょっと。あ、ちょっとこの猫ちゃん、ね、なんていう名前なのこの？あ、これはね、ロペちゃん。ロペちゃん？そう、ロペアです。ロペちゃん。すごい毛並みがいいね。そうですね、ちょっと。高いのこれ？うん、まあでもね、うん、どうだろう。いただいたんで。あ、ただです。ただ。パルちゃん、なんかこんなとこに来て元カノのね枠見てるね。そっか、元カノの枠見てる。そうですよね、ちょっと今あんまり戻りたいのこれ、パルちゃん。いいんだよ。え？戻りたい。なんで見てんの元カノの枠をずっと。デブは好きですか？デブ使ってる。まあ中身ですね。ああ、優しいわ。中身ですよ。太ってても構わないと。整形してる？整形してない。してないの？してないの。いや、めちゃくちゃ僕の彼女今整形してて二重にしたのね。あ、知ってる？あ、知ってます。あ、知ってる。あ、すごい目が綺麗だから、うん、整形してんのかなと。目元がね、なんかもうレオナルド・ダ・ヴィンチみたいな、うん、綺麗な人にしてる。もうね、それございます。すごいね。ハーフみたいね。ママが間違ってなければ。鼻筋も高い、うん、鼻も高いね。なんか入れてる？入れてない。入れてないです。何も入ってないです。中学校から彼氏いないってことは、うん、なんでこんな可愛い子なの？ね、ありえないんだよ。ありえないよね。女子校？いや、共学でしたね、中学は。高校が女子校、まあ、半女子校でした。ねえ、うん、こんな可愛いな。こんな綺麗な子住んで、うん、部屋も綺麗だし、ね、女の子も綺麗だし。高校卒業したの？しました。すぐ就職したの？そうですね、1ヶ月で辞めました。あらら、何を？高校？ん？高校？あ、仕事？そうそうそう。仕事1ヶ月辞めちゃったの？あれあれだよ、大変だから、ね、それ何業だったの？それは製造業？製造業、まぁ、あ、ちょっと、なんていうの、ちょっと業、まぁ、あ、ちょっとあんまり詳しく言えないやつ。うん、AV 女優だって。違いますね。18歳でできる？できる、
手がちっちゃくて可愛い。可愛いね。猫ちゃんみたいな。猫ちゃんみたいな。うん。だ家賃は今仕事してるんだよね、新しく仕事を。まあそうですね、あと、うん、あの母親からとか仕送りでやってます、うん、あ、仕送りね。そうそう、叶えですごいわ、うん、女優さんみたいだね。いや本当に竹内力に似てるって言いますよ。いや竹内力は似てないよ、目元がね、うん、いや本当綺麗な子、可愛い、うん、うん、お似合いだよ付き合ったら、付き合ったら、傷ついてらっしゃるんですよね。いやいや、かわいい、うん、付き合った方がいいよ。どうしたの、気に入ってます。あ、そう、そうじゃなかった、うん、しっかりしてるね、しっかりして、うん、そうだね。いやしっかり者はダメだよ。いやいや、子供になりな、19は本当に、うん、最初だけですよ。うん、かわいい、髪質もね、すごく、綺麗、うん、髪質もサラサラしてる、サラサラしてるカレジを作ろうと思わないの？なんだろう、なんかあれなんですよ。あ、特命さんです。カエル化現象。ありがとうございます。カエル化現象、どういうこと？なんか向こうが好き好き言うと、あるじゃないですか。あー、浜田作なの？あ、っていうんですかね、なんか女の子で多いじゃないですか、うん、だから好き好き言われると嫌なの？あー、浜田作だこの子、うん、好き好き言われると嫌い、嫌い、まあ、なんかこれ腹立ちますね、これこれで、ね、いや、これはツンデレだから。あ、そうなんですか。いつもそう、お前なんて大嫌いだから。あ、なんかすごいね、うん、むかむかツンデレで、すごい優しくなるから。うん、大丈夫だよ、カレン。あ、ブレッカレンじゃない、やばそれね。そっか、もう別れたから、ね、いや、でも私好きなんですよ、カレンちゃん。カレンちゃん好き、めっちゃ好きなんですよ、うん、大丈夫なの。あいつも見てる側だったからね、今本物が目の前にいるわけだから、うん、どう、今フリーになってるんだけどどう、レワちゃん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 じゃないよ。レワちゃん、あ、カンベル、レワちゃんじゃないよ、それ。噛まれてる。レワちゃん、優しいし、レワちゃん。男の子なんで。うん。レワちゃん、優しいし。あ、結構大丈夫か、痛いですよ、結構。レワちゃん、ダメ。ダメ。噛んでんのそれ。噛んでます。うん。ダメ、噛んじゃ。ロペちゃんだよ。ロペちゃん。レワちゃん。ロペちゃんだよ。ダメ。目。うん。うん。レワちゃん。こんなか、美味しい、うん、あ、カレンダメだよ、カレンダメだよ、ちょっと最近ちょっと、ね、うん、ちょっと心が乱れてる。あ、うん、いい男だ。たまたま前にちょっと大丈夫。あ、そうなの、取ってきましたね、しぼんで。そうだね、最近したもんね、今日ね。もう抜粋したっけ。あー、抜粋、あー、抜粋、多分糸で、まあそうですね、まだかな、まだか、もう少しかな、うん、いい、可愛い子だね、可愛い子だね、うん、本当に。なんで止めていこ、こん止めてくれたんだろうね、逆に理由知りたいが、うん、追加と思った俺、ね、うん、ですよね、優しいね。あ、大丈夫、どうしたの、どうしたの、すごい、大丈夫ですか、牙が、うん、痛かった？痛かった。普通に痛かった。大丈夫です。本当に。でもその気持ちよかった。大丈夫ですか？ほらまたなんか。なんでそんななんか。パルパルばっかりだね。煽られてる。もう見るのやめな、パルパルそれ。気になるの？これやっぱ、え、ごめん、うん、え、今日は二人で、え、ちょっと待って、え、どこ行くの、ちょっと、いや、カレンとか戻らないけど、うん、さすがに、うん、かわいそうだと思ったから。何が、カレンとか戻らないけど、うん、こんな女の子に、うん、いや、それがかわいそうだし、うん、今日はやめとる。また戻るんでしょ。戻らない、戻らない、うん、絶対、うん、本当に、うん、で、言ってください、ごめん、え、ありがとうね、ごめんなさい、あれ行っちゃった、フロント出れるか、出れる、出れる、
いい？じゃあ俺だけ泊まらせて大丈夫、いい？大丈夫ですよ。何これ、カオスですね。わけわかんないな、あいつ戻るんじゃないのあれ。